はい、どうも。はい、どうも。あー、おはようございます。秋といえば、なんすか。秋といえば、サンマス。まあ、そう、サンマっすね。いいっすね。いや、サンマいいっすね。サンマ食いたいな。食いたいな。栗。あ、栗もいいね。確かに栗の食べたい。酒。あ、そう、おお、秋鮭とか。ハロウィンとかね。あー、そう、秋やね。そうね。いや、違うでしょ。お、おいろ秋といえば収穫祭でしょ。収穫祭や。ああ、確かに収穫祭、ね、今年1年の収穫を祝わなきゃいけないでしょ、うん、そういうことですね。収穫祭誰かやりました今年。いや、まだやってないですね。まだやってないでしょ。奇跡的にやってないです。ちょうど集まったんで、はい、収穫祭やりますか。やりますか。よし、やりましょう。じゃあ収穫祭やろう。はい、はい、えい。まあ、整いましたね。そうですね。みんな収穫祭の準備できたね。大丈夫そうですか。オッケー、行くか。とりあえず祝います。なんか今年も祝わんとな、そうね。とりあえず回ります、みんなで。やっぱそうっすね、修学祭なんで。どっち回り行きます。どっち回りがいいですか。時計回りに。時計回り。あ、こっち、こっちです。あ、こっち、こっち、こっちです。もちもあります。これ、祝えてます。大丈夫ですか。もう、どうすか。もうちょっと待ってみます。もうちょっと行きますか。もうちょっと、もうちょっと行きます。よく回りに行く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 。どうだね、気分はどうだね。最高の気分上がってきましたね。結構揚げ揚げっす。揚げ揚げか。どう終わろう。どう、ちょうどこれどう終わればいいっすか。金をつけといて何もわからん。ちょっと今年の方向の人まず願って。ちょっとこういうもんなんです。だって今回ったじゃないですか。あー、で終わりっすか。何したいんですか。逆に何したいんですか。どういうもんだと思ってたんですか。収穫祭は何だと思ってるんですか。それがあんま理解せずに始まってしまったんでね、一旦回ってみたんですけど。おー、何の、何の、難しいですね。